I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards in the scammers, getting the licks in the band. それを取り戻しに行くのよ。ずっと喋れないままじゃ困るでしょ。これは始まりの階段。あなたが囚われている刑事への入り口よ。刑事はとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。ここは刑事っていう場所なの？さあお待ちかね、夢のお時間でございます。うんざりするね。私たちは管理されて暮らしている。この体も感情すらも自由ではない。残されたわずかな選択肢だって自分の意思で選べるとは限らないわ。俺の見ていた現実は偽りばかり。俺はただ普通の幸せが欲しかったんだ。本当の意味での自由なんて初めからないのかもしれない。今は神など相手にしている暇は。あの頃の僕とは違うんだ。これが私の気持ち、私のしたいこと。奴らを滅ぼすまで何に焼き付け。これでまた花を潰せる。何への怒り。敵は
皆殺しだ。行きましょう。最後のかけらを取り戻しに。メニューを開いちゃったの？後からちゃんと説明するつもりだったけど、どうしても今開きたい？せっかちさんね。でも今はガチャしかさせてあげられないのよ。しかもまだ手に入れたものを使うことができないの。それでもどうしてもどうしても開きたいっていうの？仕方がないわね。
すごい砂が流れてるわ。これどうなってるのかしら。目に砂が入っちゃうから気をつけてね。あの砂どこまで流れていくのかしら。あの黒い柱の根元に向かいましょう。点在する謎の彫像、誰が作ったのかは知らないけど、私は黒いかかしって呼んでるわ。ともかくこれが一つ目。ここから始めましょう。広大な荒野を二人は歩いていた。育ちの良さそうな少年と後ろを歩く寡黙な男、何かに追われているのだろうか。周囲を気にして歩く少年の足取りには不安が見えた。砂塵の中から寂れた町が姿を現す。少し休憩しようと提案する少年に男は静かにうなずいた。旅の疲れを癒すため二人は食堂へ向かうことにする。食堂前にたむろする賞金稼ぎたち、その一人が少年たちを呼び止めた。寝踏みするように少年を睨み、賞金稼ぎは言う。お前王族かと、深い土器のこもった声。うつむく少年は口を閉ざしたまま。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。二度響いた銃声は砂塵の中へ消えていった。賞金稼ぎに取り付いた黒い鳥の群れが見えたかしら。あれこそが私たちの倒すべき敵。あの黒い敵が物語の姿を歪めてしまっているの。物語を正しい姿に戻すため、黒い敵を倒すのがあなたの役目よ。もちろんあなたは分かっているわね。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。私が相手をしよう。
これでもう大丈夫です。賞金稼ぎを退けた男は息一つ乱さず少年へと声をかける。おけがはありませんか王子と。少年は大丈夫と答え、もう王子じゃないよと笑顔を見せた。そして男へ、残念だけど町を出ようと提案する。男は静かにうなずいて少年の顔を見つめていた。記憶の物語を修復すること、そして修復された武器を集めるのが私たちの目的よ。さて、これからのこと大体イメージできたかしら。そうね、今は難しいわよね。物語を回収していけばだんだん分かるようになるわ。ママのこと遠慮なく頼ってね。まあ、綺麗な場所。でも、こんなに大きな建物、一体どうやって作ったのかしら。ケージで時々見かける黒い鳥は駆除すべき対象。気がついたら追い払ってね。そしたらママがご褒美をあげるから。二つ目はここね。準備はいい？